こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、ビットコインの価格がまた上昇基調になっていくんではないかなっていう話を2つしようかと思います。1つは皆さんご存知のように、あのイーロンマスクですよね。ここのところイーロンマスクさんの一挙手一投足によってこの暗号通貨業界が変わっていくのを見るとちょっと危険なような気もするんですけどもね。まあでも発言力とあとはね、実行力の大きい人、特に EV で有名なイーロンマスクさんが何かビットコインをね、決済に用いたとなると、これは影響力は計り知れないなっていうのは、ビットコインがそれほどのものになってきたことだというふうに理解するしかないですね。このイーロンマスクさんが自社の EV の売買にですね、ビットコインを再開活用するということでお話をされていました。もちろん条件付きです。ただ条件付きと言いながら、このニュースに早速市場は反応してビットコインは買われ出したということですね。これからビットコインが急騰する兆しを多くの投資家さんが察したということなんでしょうか。これが一つ目です。二つ目なんですけども、まあこれ簡単に言うとですね、下がりきったんで、あとは上がるしかないっていうふうな局面に入ったというふうな分析ができるってことなんですよ。細かいところはね、割愛しますし、あとはテクニカルに関しましてはいろんな説があるので、さらに落ちるんだっていうふうに、ね、暴落を予見している人もいますので、そちらの意見も十分、理解した上で申し上げますけども、下がりきったんであとは上がるしかないかなっていうところを私は最終的に支持しようかなと思うんですよ。この2つの理由からビットコインというのはこれからですね、少しずつ上がっていってブレイクする瞬間がまたどっかで訪れるんじゃないかなと思います。で、最終的な価格が、まあ、8月に入るまでにまた500万円台を回復するような流れにはなるんではないかなと思いますけども、これまたね、細かいことはね、まだ長くなっちゃいますし、私の分析がいまいちね、説得力が、まあ、欠けてるところがあると思いますんで、今回はお話ししません。詳細はですね、また別の動画でちょっと長くなりますけども、限定公開しますので、会員の方はそちらの方をご覧ください。かなりね、ゆっくり説明してますんで、ちょっと長い動画になっちゃいました。いつものようにね、早口で言うとですね、なかなか私の説明不足のところとか、あと誤解を生むような発言が入っちゃいますんで、今回その別動画ではね、ゆっくり話してますんで、申し訳ございませんけども、ご了承ください。それでは、ビットコイン、またね、上昇して、それに引っ張られて、暗号通貨の市場が活発になることを私も望んでおります。それでは、今回は以上です。ありがとうございました。